マジで砂漠全然湧いてないな、意識が。全焼基地が近いからこの辺に住んではいるけど、資材の集まりが悪すぎるんで、マジで早めに引っ越したいですね。海岸の方に来ると、あれはでかい漁村かな。ボートとかあればね、乗りたいんですけど、この辺からセーフゾーンなんだ。まあでも125スクラップかけて買うのもちょっと違うっていうね。地下鉄が走ってますね。まあスクラップ集めるんだったら地下鉄も全然ありだな。この拠点はレイドされたのか。あ、なるほど。抜き切られてはないんだ。で、石の部分が風化してる感じですね。無事帰宅。このサーバーで結構人が集まる時間帯にログインしようとしたら、人数待ち出てて、それを乗り越えてログインしたんですけど、まあ、そしたらね、3回ぐらい敵に殺されてしまい、何もサバイバル進められずにログアウトしちゃったんだよな。ロケット施設なんか戦車やってる？これ。ロケットの音しますね。まあなので今ね、人がいない時間帯なんで、この間にスクラップをたくさん集めたい。なんか戦車討伐時間かかってますね。だいぶ手こずってるっぽいね。フューズ捨ててあるんだけど、いらないの？さらっとアイテムを分解していきましょう。あ、戦車討伐したな。まあそういうの邪魔しに行くにも銃が必要なんで、早めに銃のレシピを解放したい。前回スキン付きの石強化した部分、これ遠くから見たら金属強化に見えますね。色合い的に板金に見えるわ。無事帰宅。え？入ってる。お。ありがたいじゃん。肉、いいね。あれ？工具棚はないんだ。早速、肉いただこう。で、この近辺に、青のキーカードを通す施設がないんですよね。なので、うまくモニュメントパズル、進められないんで、そのためにもボートが欲しいんだけど、ボート湧かないな。まあ戦車討伐されてるっぽいけど、またロケット施設行ってみるか。叩けるタイミングで石も叩いていこう。拠点に木材がないんで取った、え？いいの？え？裁縫道具 20？ こいつ間違えて落としたんじゃないの？しかも木材入ってるし。分解していきましょう。え？ 10 個ぐらい分解しよう、これ。サバイバル序盤ってめっちゃ布大切なんで、裁縫道具分解して布に変えたいんだよな。よし、分解終了。布400。え？ロープもいらないの？なんだあいつ、富豪か？今回は隣の拠点の人ログインしてないっぽいんで、帰ってくるのにそんな不安要素はないという。無事帰宅。上に立ってる拠点とか、スキンかな？なんか板金にしては色薄い気がするし。今思ったんだけど、ボート取れなかったら、列車とかで行ってもいいかもしれないですね。豚がクマに追いかけられてますね。ロケット施設に来ました。戦車は討伐された後なんで、邪魔はいないかな。まあでもボックスも湧いてなさそうな気がするな、これ。湧いてないっすね。捨てられてる。
なんかダイビングセットが出てる気がするな。戦車の残骸がある。何も捨てられてはない。あ、セミオートボディとか捨てられてる？討伐した人が捨ててたっぽいっすね、これ。よっ。武器ボックス、パソコン美味しい。ここはね、ほぼほぼ人回らないんで、多分また箱湧いてると思う。ドラム缶割ってっか。よし。わら箱が多いっすね。武器ボックス1箱でおります。分解したらめっちゃスクラップいきそうだ。はしごで上がっていこうかな今回は。で、前回は馬いたんですけど、今回は馬いないんで徒歩帰りっすね。無事に全焼基地戻ってこれました。日が暮れそうっすね。アイテム分解していきましょう。よし、分解終了。なんかさっきね、こっち側の道沿いでリボルバーの銃声してたんで、アイテムを気に入ったら狩りに行ってもいいかもな。で、もう一度海岸部行って、ボート湧き直しとかしてないか見に行こう。無事帰宅。さすがに夕方になりすぎたかな。帰ったか？捨ててありますね。ここを辿ってったら、いそうではあるんだけど、あ、AI 倒されてる。いそうではあるんだけど、ちょっと夜だな。海岸行って、ボートを探そうと思うんすけど、ん？あれ、ボートか？おうおうおう、ありますね。ちょっと今、停止線量持ってないんで、停止線量取りに行くか。さすがに入ってないもんな。暗すぎる夜で、銀のドラム缶かどうかわかんねえ。あ、一応停止線量6ゲットしたわ。さっきのボートを自分の近くの海岸まで移動させちゃいましょう。ぷかぷか浮かんでますね。これに乗って。ボートを動かします。おーおーおー。風力発電拠点にぶつかりそうだった。燃料切れましたね。一旦拠点戻って。だいぶ夜なんですけど、ボートに乗って。パワープラント向かおうかなと思います。いつもサバイバルしてて、パワープラント行くことなんてめったにないんでね。結構久しぶりに行くことになるわ。え？海上拠点がある。待て待て待て、あの海上拠点アクティブなんだけど。だいぶ大回りしていこうかなと思います。なんか手前のところ人いたもんな。あれが本拠点なのか。フラッシュライトついてますね。リグ行くための拠点だろうな。朝日が昇り始めました。めちゃめちゃ眩しいけど、だいぶ綺麗ですね。で、ボート乗って思ったんですけど、だいぶ遠いわ。停止燃料40入れたんだけどね。もしかしたら帰りの分の燃料がないかもしれん。ということで、パワープラントうっすら見えてきましたね。ちょっと霧がかってはいるけど。うわー、でもでかい拠点が結構ありますね、これ。こっから上陸するとして、帰りこのボートのところまで戻ってこれるのか。提出33も使ってる。
あまり拠点立ってないのかなと思ったけど、結構立ってるんで、もしかしたらパワープラント、人いるかもしれないですね、これ。その前に工業所で様子見ていこうか。回られてんだけど。ということで、やってきました。あ、ディーゼル燃料湧いてます。点火はされてない。ああ、そっか。向こうつけないといけないのか、これ。果たして箱は湧いてるのか。あ、湧いてる。これ、だいぶ美味しいんじゃないかな。いいね。なるべく、ちゃんと箱は開けていきたいですね。武器ボックス。あ。あれ回して、低質燃料取っていこう。いや、こんな欲張りプランしたら、殺されそうな気もするけどね。帰りのボートの燃料を稼ぎます。でもそう考えたらパワープラントって結構できることいっぱいあるな。で、割と武器ボックスも湧いてくれてるという。カメラ出た。うめえぞ。出まして。やっとスイッチ押せる。多分原油ホリホリ終わってると思うんで回収しに行こう。よし。アクティブ。入っていきましょう。あれ？箱開いてない。点火しまして。マジで久しぶりに回るな、ここ。湧いてますね。で、先にね、リサイクラで分解していきましょう。そして、ヒューズ入れて、武器ボックス結構空いてんな。赤のキーカードゲット。ん？今明らかに足音したぞ。これ誰か来た？誰か来たかもしれん。けどモニュメントパズルの扉は開いてないっすね。あれ、これ扉ってどれぐらい開いてるっけ？おお、結構早めに閉まるんだ。屋上から確認できないじゃん。まあ、仮に包囲されてるんだったら、出るとしたら地下からかな。ん？地下から出てもな、これ逃げ切れるかどうかだな。さすがにスクラップ444を持って帰りたいっすね。一応地下から外には出れるんだけど、足音は全然しないな。え？やばすぎる。なんかサーバーリスタートかなんか食らって、だいぶ前の段階に戻されちゃいましたね。うわ、箱も湧いてない。まあだから5分前ぐらいに戻されたってことか。え、これ敵が来てた件どうなるんだ？多分ね、ホリホリは継続してたと思うんだよね。あ、これはちゃんと掘れてる。え、また一からモニュメントパズルしなきゃいけないんだけど、最悪だわ。ここ湧き直ししてる。あ、武器ボックスになってる、ここ。ここもだ。分解終了。次はスクラップ509になりました。怖すぎるな。とりあえず、ボートのところまで走ろう。
ボートが消えてなくなってたら終わるんだけど。え？なくなってない？あれ？俺この辺に止めたよね。マジでボートなくなってんだけど。リスタート入ってボート風化した？で、ボートで帰るのをやめて列車で帰ろうかなと思います。こっから自分の拠点までめちゃくちゃ遠いんでね。なんなんだよマジで、踏んだり蹴ったりだな。やばい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 、銃声してる。やばい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 、見つかる。ああ二人組向こう走ってってる。あぶねえ。よかった、多分違う人が先に接敵したわ。もう海から帰ってたらこんなことにはなってなかったのに。早く帰らせてくれ。一応あるっちゃあるんだけど、あれは運転できないね。あ、あの奥のやつ運転できるな。けどやばい。最弱の列車だ。ゴー。やばい、最弱すぎる。めっちゃ車線通るんだけど、これ。タレット拠点みたいなのあったら俺殺されるな、これ。乗ってようかな。ああ、ぶつかりますね、これ。ゴー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 。全焼基地見えてきた。飛び降りよう。よし。無事、全焼基地戻ってきました。霧が濃すぎたのが良かったのかもな。MP5 持ちに見つからなかったのも霧のおかげだと思うし。よし、無事帰宅。コンポールド近いな。で、拠点を金属強化しようかなと思います。あ、これがあるから強化できねえんだ。水鉄砲クラフトしたんで、撃ちます。あれ？あ、リロードしなきゃいけない。消して。で、強化。で、スクラップ、ちょうど1000拠点にあります。だいぶ溜まったね。まず、ガレージドア開放しようか。そして、注射器も開放したいと思います。で、武器の方に下っていこう。マグナムリボルバーまであと、スクラップ20ですね。で、ガレージドアをクラフトしましょう。ガレージドアを設置。え？何も持ってなさそうだな。ガレージドアのレシピも開放できたことだし、自動販売拠点建てて販売してもいいけどね。今のタイミングだったらスクラップ125とかで売れそうなんだよな。 AI 倒そう。あれ？どこ行った？裏に隠れたか。あ、隠れてる。注射器出た。え、撃たれてる。サイレンサーに撃たれてるわ。霧が濃いから見えないんだよな。多分だけど海岸側から撃たれてましたね。え、まだ撃たれてる。ちょ。せっかくクラフトした注射器全部使っちゃったよ。多分セミライ持ちだと思うんだけど、あ、いた。うわ、なんか引き込んで戦いたいな、これ。スーパーマーケット行くか。うん、引いたっぽいっすかね。マジで霧で見えづらい。あ、いるわ。来た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 。
やった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 。え？やば。ざますぎる。ずっとサイレンサーでチクチクしてたやつ倒せた。これセミライリサーチしてもいいかもっすね。全焼基地に到着。え、なんか日食になりそうじゃん。部品分解しましょう。いやマジでありがたいわ。ピストル弾も持ってたし。まあでもセミライリサーチするとしたらライフル弾もリサーチしなきゃいけないんで、スクラップ的には、まあそうだな、技術ツリー下ればいいか。けどこれ拠点に持って帰れなかったら意味ないからね。まあでも注射器ガン刺しすれば大丈夫かな。よし、無事帰宅。マジででかい。ということで、ちょっとだけ集めたスクラップで技術ツリーを進めていきたいと思います。マグナムリボルバーと火炎瓶。まあ、ということで、今回最後に思わぬ敵を倒し、めちゃくちゃ美味しい思いしましたね。で、あと技術ツリーもだいぶ進められたんで、まあ、次回あたりはね、もうちょっと戦闘を増やして、敵からうまくね、アイテム奪えたらなと思います。あ、床、金属強化してない。よし。ということで、まあ、拠点もね、抜かれないようにしておきたいと思います。